アスリートシリーズ。人生をかけてきた方々は、服装の悩みがある。取材やセカンドキャリア、プライベートでも服装の参考になると思うので、推しのアスリートの皆様へぜひ、拡散してください。今回は、ワールドカップでも話題になったミト・マカオルさんです。ミト・マカオル。1997年5月20日生まれ。178センチ。 神奈川県、川崎市、育ち。詐欺沼エス、敷いて幼い時期を過ごし、その後、川崎フロンタレの下部組織で、スキル、経験を積んでいきました。今回のワールドカップで、話題になった、三笘の1ミリ。で名前が上がりましたが、実際には昔から注目選手でした。個人的には、この1ミリ判定する写真の足首の形が素晴らしい。 綺麗なんですよ。現在、三オ薫さんは、プレミアリーグ、ブライトン、に、所属。話題が絶えない活躍をしている。三オ薫さんは、ドリブルが取り上げられることが多いが、トラップ、ボールタッチがすごい。さらにそのスキルを壊さないスピードがある。 では彼の顔を分析して、アスリートの悩み、ファッションを解決します。三笘薫。FFP タイプは S プラス。目、と眉毛は近く、上まぶたがまっすぐ。目力がある、と言われる目元。唇はやや憎みがある。FFP タイプ、S プラスが生える服装は、画像のような服装。可愛さ、と強さを活かしましょう。 ポイントは、前髪。下ろすことが基本的であれば、可愛く見える方にしていい。かっこよくしたいなら前髪を上げ、ジャケットを着る。など方法はあります。画像のスタイリングは1個、謎のスタイリングはありますが、それも問題を解決することは可能。今回はここまで。アスリートの皆さん、服装は FFP タイプにお任せください。トレーニングに集中できます。 私たちは、アスリートの皆様をリスペクトしております。推しで会いましょう。